来年夏に東京で世界少年野球大会が開かれることになり、都庁で今日主催する財団の理事長を務める王貞治氏と石原知事が出席して調印式が行われました。世界少年野球大会は野球の普及と子どもたちの国際交流を目的に王氏らが提唱し、1990年に始まったものです。調印式には世界少年野球推進財団の王理事長と石原知事が出席し、協定書にサインしました。今まで以上の中身の濃いものにして、東京で、大変素晴らしい思い出ができたと、子どもたちがそれぞれの国にその思い出を持って帰れるような大会にしたいと、そのように思っております。また石原知事は、子どもたちがスポーツを通じて国際的な感覚を養い、世界に対する意識を持つことは素晴らしいと挨拶しました。今年7月に東京やカナダ、オーストラリアなどのチームによるプレ大会が行われ、来年夏に23カ国の子どもたちが参加する野球教室などが開かれます。